どうもみなさんこんにちは言葉のヒロです今日はまた日本語ゆっくりトークですねゆっくりトークこれジャパニーズスタイル YouTube だとみんなやりますよ拍手っつってねはい僕もやっちゃいますねブラジルとか他の国だと多分拍手しながらスタートしないと思うんですけどはい、えー、ゾン100みなさんどうですか見てますか ネットフリックスのね、アニメになって、僕は、えー、ネットフリ、実はアカウントないんですよ。だから今、僕のお兄ちゃんの家にいます。お兄ちゃんの家でネットフリックス見て、で、ゾン100全部見て、面白いなって思って、漫画も全部読んじゃいましたね。まあ、あの終わってないんですけど、一番新しい漫画の話まで見ましたね。楽しいですね。なんかゾンビ僕は昔から好きなんですけど、どちらかというと、ゆっくり系なんか、ゆるキャンじゃないかなんか日本まったり系の,あの漫画って結構あるんですよ。あの なんていうかな食べ物を食べてね、ねだからスライス・オフ・ライス的なね日常的なやつで、ただなんかゾンビ、日常的じゃないのになんか日常的な楽しいことを合わせるのが面白いですよね。特に観光としたりとか、だから日本の、えー、魅力を見せているので、めちゃくちゃいい作品だなって思います。であとキャラクターが面白いですよね。ああののー、なんだっけタケルだっっっっっけけたちちょっと待って、あのー、忘れゃ あのメモしときました。ごめんなさい。アキラだ。<laughs> かけるって誰ですか？アキラね。天童アキラ。あの最初は僕あのなんていうのかな。よくあのこういった異世界系の漫画アニメとシャチクっていう。 言葉使うんですよね社畜いやだから家畜と社員を混ぜた言葉ですね家畜は牛とか馬とかねだから人権がないことを表してでそれは会社に働いてる人社員ですね社畜って言うんですけどだからまさに天童明君は最初は社畜な感じで、えー、日本だとブラック企業って言うんですけどちょっと海外ではあの言っちゃいけない感じですよねなんかブラックに悪い印象ですけども日本は結構使うんですよねまだはいで、まあその ブラック企業ね、社畜として。でそれゾンビ終わって、やった、世界が滅亡したから嬉しい。僕は最初はちょっと、んーっていう、ん感じだったんですけど、これ、日本の人は結構やります。んーってなりました。だから、普通に話すときは、よく思いませんでした。ですけど、日本の人は、んーって思いました。ちょっとね、あのダイレクトな表現じゃなくて、ちょっとカーブしたね。ね直接は言わない。日本のスタイルですね。ちょっと。 頭に入れておいてください。はい。でも、あの第2話からはどんどん楽しくて、僕もどちらかというと、えー、人生を。 エンジョイしたい方なので、すごく共感できましたね。で、さらに、あの、三日月静香ちゃん、ヒロインの。三日月ね、あの、欠けてる月、静香。静香ちゃんはね、あの、ドラえもんのヒロインですよね。はい。で、それですごく、あの、可愛い,いなって思って、スポーティーで。ショートカットも可愛くてね。すごくインテリジェンスなす。あの、僕の好み並べるのもあれですけど、僕もすごいドストライクなんですよ。ああいう、こう、大好きですね。可愛い,いです。ああいうキャラクター。 あの東京グールにも出てきそうな、えー、女の子ですよね、はい、すごくよくてで少しあのうざい系のキャラとして出てるんですけどあとあと一緒に旅しててすごく楽しい子でね面白いですね龍座健一郎もね僕すごい好きなんですよで僕あのやっぱりお笑いとか コメディ大好ききなのでですごくこっちも共感できましたね僕実はあの一度漫才してるんですよ漫才は日本のお笑いのスタイルで外国だとあのスタンダップコメディとかするんですけど日本だとあの2人ね2人の人でマイクセンターマイクで喋ったりするそれね僕やってるんで YouTube 探したら出てくるかもしれませんあとねあの落語そのスタンダップコメディならぬシットダウンコメディですよねそれも一度あのブラジルのえイベントでやってるんですよねすごく楽しかった だから、芸人になりたいですって言った人、僕はまあ芸人じゃないんですけど、すごくあの共感できて、ただ、尻出しすぎじゃんって思いました。なんでもケツ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 ですげえなって思いました。僕は裸毛そんな好きじゃないです。裸で寝るのは好きですけど、だからっていう話ですけど。 はい、ね思 <laughs> っちゃいましたねケンちゃんねケンチョですねあとベアトリックス・アメルハウザーあのドイツの子で日本の文化が好きで日本に来てみたいなだから多分あの動画見てる人たちはすごく共感できるんじゃないかなって思いますね、まあ、まさにあの日本が好きなオタクっていう感じで僕めちゃくちゃあの共感シンパシーできましたし僕実際にあのベアちゃんっていう友達がいてブラジルの女の子の友達で今日本にで 日本に住んででててて大学院あのの終わっったのかな通っててでインタビューもあるのでね、皆さんぜひ見てみてください。楽しいです、ベアちゃん。めっちゃ良かったですね。はい。であ、の、アニメだとそこで終わっちゃうんですけど、まだまだ続きがあって、ね、めっちゃ楽しいですね。他にあのキャラクター言うんですけど、あの言わない方がいいかな。みんな、あの多分まアニメの方ですよね。漫画を読まない。アニメを見るっていう人たちが多いと思うので、ちょっとじゃあコメントしなくて。ね、新キャラ、あの3人、3人いるんですよ、一緒に旅をする。それ ちょっと楽しくてね。でやっぱりなんか日本の魅力をみんな見せてるのですごく一緒に旅してる気分でまた日本で旅行したいなって気持ちになりましたね特に京都また行きて京都行きたいしなんだろうあの日本の南の地方九州とか四国ね僕行ったことないんで行きたいなって思いましたねすごく、えー、羨ましいなって思いましたね皆さんはどうですか他の、えー、日本の何ていうの,その京都大阪東京じゃないところ北海 どうも一応メインか他のところ行ったことありますかね皆さんの好きなおすすめな場所をぜひ教えてくださいコメント欄お待ちしておりますはい今回のゆっくりトークはこんな感じでしたいかがだったでしょうか